ではここでリタライフを使って実験してみましょう。電極をお風呂に見立てた水槽に入れます。水素生成ボタンを押します。まもなくすると水素が発生します。水素があると反応する溶存水素濃度反転試薬を使います。青色の液体ですが、水素があれば透明になる性質を持っています。透明な袋を人間の体に見立てて実験します。試薬を袋に入れ、通常の水で薄めます。空気が入らないようにし、水素で満たされた水槽に入れます。地球上で一番小さい物質である水素が袋を通り抜けて試薬と反応し透明になります。これで水素が体の中に容易に取り込まれることが分かりました。